月25日木曜日、今日はわたあめくんという子と遊びました。無理やりわたあめを食べさせられました。おいしいものでも無理やりだと悲しい気持ちになるんだなと思いました。みんなはわたあめ好き？エビはね、結構好きだな。それではおやすみなさい。